ート、オーディオドラマ、偶像皆無のステージ。アイドルだと？はい、アイドルです。もう一度聞く。アイドルだと？はい、そうなんです。大事なことなので2回聞きました。事情がよくわからないんだけど、もう一度説明してもらえるかしら、漆原さん。はい。皆さんは、バックステージパスをご存知ですか？当然だ。それすなわち、ライブなどの楽屋裏に入れるパスのことを。雨よ、オカリン。確かに一般的にはそうかもしれんけど、ルカシが言ってんのはズバリ秋葉原バックステージパス、通称バクステのことだと思わね。バクステなんだそれは。あ、もしかしてあれかしら、秋葉原の駅からこのラボに向かう途中にある。そうだよ、ステージ常設型のアイドル育成カフェレストラン、それこそがバクステ。アイドル育成カフェ、なるほど、わからない。つまりお客さんがプロデューサーさんになってお気に入りの子をアイドルとしてデビューさせようというレストランなんです。アイドル候補生がたくさん働いていて、その中での人気がお客さんの投票によって決まると。で、人気上位の子は選抜メンバーになって大きなステージにも立てる。今ネットで調べた情報をいかにも知っていたかのように語るな、常習。知らないって言うから教えてあげたんでしょ。俺を誰だと思っている。我こそは世界の支配構造を覆す清きなメンタサイエンティスト、フェアリーカーマだ。それしかのこと、この脳内にあるアカシックレコードに記録されている。知ったか、をつねる過去よ。そのバクステがどうしたというのだ。僕、そのバクステの面接を受けることになっちゃったんです。なんだってルカシがバクステに。これ飯食ってる場合じゃねえ。足だ、落ち着け。だってこれってつまりルカシがアイドル目指すってことっしょ。ルカ子がアイドル。私は素敵なことだと思う。可憐なイメージの漆原さんならぴったりだし。助手よ、お前本気で言ってるのか。確かにルカ子は可憐だ。清楚でおしとやかで、まさに大和なでしこを具現化したような存在だと言っていい。だが男だ、男なんだ。ついに男の子界の巨星が動き出したんだ。アイドル業界の勢力図が大きく変わる予感。ルカ子、お前はアイドルになりたいのか。いえ、実は僕が自分で応募したんじゃなくて、お姉ちゃんが勝手に。出た往年のアイドルのデビューのきっかけ、黄金パターン来た。これお姉ちゃん、昔から僕に可愛い服を着せたりするのが好きだったんですけど、まさかアイドルのオーディションに応募しちゃうなんて。ちょっと待って、お姉さんは当然あなたが男だっていうことは。はい、もちろん知ってますけど。そういえば漆原さんが巫女装束を着ているのもお父さんの言いつけなんだったわね。漆原一家、恐ろしすぎる。なるほどな。それでどうするべきか聞きに来たというわけか。はい、僕どうすれば。そもそも僕にアイドルなんて無理だな。ちょっと岡部と言ったらどうする。それは悲しいか。はい、少し。ならば挑戦してみればいい。え？やりもしないことを最初からできないと諦めるのは簡単だ。だが今少しでも悲しいと思う心があったのならやってみろ。できるかどうかは後々結果としてついてくる。だが花から諦めたのでは、たとえできるものもできなくなるぞ。岡部さん、やってみろルカ子。はい、ありがとうございます。僕どれだけ通用するかわからないけど、自分にできることを精一杯頑張ろうと思います。じゃあこれから面接があるので行ってきます。いいこと言うじゃない、岡部のくせに。ルカ子に足りないのは自信だ。それをつけるためにも今回のことはあいつにとっていい機会になるかもしれんとか言いながら、本当はアイドルとしてルカ子が売れたら我がラボの広告塔として動いてもらう宣伝効果は莫大なものとなるだろうそんなことだろうと思った。まったく乙女の夢を何だと思ってるのよ。ルカ子は乙女ではない男だ。そこらの女の子よりよっぽど純粋だ。やっぱり心配だお。心配って？だってアイドルの世界っつうと夢と希望にあふれてるだけじゃなくね？ちょっとやそっとに生き残っていけるほど甘い世界ではないのだぜ。ほらよくあるっしょ。どっかの社長さんとの会食に呼ばれて行ってみたらいつの間にかマネージャーが消えて二人きりになってて、いきなり鍵を渡されてさ。このホテルの上に部屋を取ってやる。成功したいなら分かっているね的な。それなんてエロゲー。いやむしろ昭和のドラマ。花瓶の花がポトリ的な。実にけしからん。落ち着け変態。安心しろダル。そのバク捨てとやらにそういう心配はないようだ。なんでわかるん？たった今フェイリスにメールで確認した。どうやらあいつもその店に一枚噛んでいるらしい。ああなる。フェイリスさんが絡んでるなら安心だお。流されてのこととはいえあのルカ子がやる気になっているのだ。我らは温かく見守ってやろうではないか。広告塔がどうたらとついさっき邪悪な笑いをしていたあんたが言うな。ルカ子が自信をつけその上ラボが豊かになる素晴らしいことではないか。これがシュタインズゲートの選択である。それから数日後。ラボメン諸君、今日も円卓会議を始めるぞ。オカリンうっせえ。暑苦しいのマジ勘弁。せっかく今日は静かだと思ったのに。むなんだ二人しか来ていないのか。こんなことでは世界の支配構造を覆すことなど。はいはい12秒はあそういう助手は毎日のように顔を出しているな。感心よっぽど暇なのだな。私はちょっと気になってることがあるから来てるだけよ。ほら漆原さんのことどうなったのかなって。ルカ氏なら無事面接に受かって今はトップアイドルになるために毎日ハードなレッスンをこなしてるよ。すごいじゃない。眉氏の話じゃお店でもかなりの人気らしいのだぜ。まあそのせいで最近は全くこっちに顔を見せなくなっちゃったけどねルカ子め、師匠であるこのお礼の恩を忘れたか。己は何もしとらんだろうが。アイドルをやればいいとアドバイスしたのは俺だ。その俺をないがしろにして自分の道を突き進もうとするならばこっちにも考えがある。あんた寂しいだけじゃないの。違う。あの可憐なルカ子が俺にすら全く連絡してこなくなって心配していたりなどは全く全然ちっとも。素直じゃないんだから。つうかさオカリン、そんなに気になるなら店に行ってみればよくね。そうか確かに。我が弟子がアイドルとしてふさわしいかどうか見極めるのも師匠としての責務だな。ところでダルよ、そのバク捨てというところは高いのか。それなりに。まあ、ルカ子なら一人で大丈夫だろう。いやそこは言ってあげろよ。店があるのはこのビルか。昼間はアイドルの練習風景なんかも見られるのだぜ。それがバクステの特徴だ。お詳しいわね。ふむ、気をつけろお前たち。この店に機関の連中が入り込み、ルカ子に害を及ぼそうと狙っている可能性があると俺の第六感が告げている。それでその機関の連中とやらが何か企んでいたらどうするつもり？もちろんこの俺が目に物を見せてやるつもりだ。奴らは清家のメデサイエンティストの真の恐ろしさに気づくだろう。ああ、そう。では行くぞ。いざアイドル育成機関へ。へえ、中はやっぱり飲食店なのね。誰？それよりもルカ子はねえ、あれステージの上、そうじゃない？む？おはようございます。バックステージパスへようこそです。見た目もハートも女の子でも本当は恥ずかしがり屋の漆原ルカです。その今日も頑張ってレッスンの成果を披露するので、最後まで楽しんでいってくれると嬉しいです。プロデューサールカ子。あれはやばいわ。あんなおどおどしてて不幸オーラ出しまくってるなんてさ、マジ最高すぎるだろう。男心つかむのうますぎだろう。僕のハートわしづかみで財布の紐がやばいよ。ふざけんな。驚いたわ。女の子って磨けば変わるのね。男だがな。他にこっち来た。おこんにちはプロデューサー。岡部さん、牧瀬さんと橋田さんも。おハロー。おつー。岡部さん来てくれたんですか？お前が頑張っているかと思ってな。そうですか。僕嬉しいです。いつかー無我まずいときめいてしまう。同じく女の身としてはすごく悔しいけど、かわいすぎるわ。ルカシー、あんた今最高に輝いてるぜ。僕の推しメンは君に決まりだ。ありがとうございます。それじゃあ楽しんでいってくださいね。なんというオーラだ。この俺の心までも侵食してくるとは。ルカ子、これほどまでに成長を。だが男なのよね。骨の子だらけのアイドルの中でただ一人の男の子。でも控室も更衣室も同じということはリアルハーレム状態。男だとバレたらまずいんじゃないか。さっきホームページで調べてみたけど、漆原さんはちゃんと男だってお店が公表してるわよ。つまり他の女の子アイドルたちも男って知ってるっつこと？じゃあねえねえルカ君、背中のジッパーと目って僕そんなこと。あら、男の子なのに照れちゃってかわいい的なことがごくり。だいぶブサイクだな。変態通り越して別の何かみたいだな。ということはここでルカ子を応援しているプロデューサーたちは漆原さんが男の子だと分かっていて応援している。その理由はわかる気がする。ほれ。ああ、すみません。ダンス間違えちゃいました。もう一度お願いします。男の子なのにさ、あれだけけなげでか弱くて、でも一生懸命ってところがますます保護欲をかきたてるわけよ。ふむ。このあとちょっとしたイベントがあって、ステージはそれからだって。イベント？ CD の中に特典チケットが入ってて、その特典を受けたりできるんだよ。例えば怒られ券とか。なんだそれは。皆さん、今日は僕に怒られたいプロデューサーがいらっしゃるそうです。どちらの方でしょう？はい、この人です。誰？何を？岡部さん。ほれ、オカリン、せっかくの機会だし、ここはバシッと怒られてくるべきだろう。それではステージへどうぞ。おいそんな、岡部さんじゃなくてプロデューサーを怒るなんて。僕いいだろう、受けて立ってやる。来いルカ子、修行の成果を見せてみろ。岡部さん、でもどうした？お前はその程度の実力だったのか？こっちこそすまん。なんというグダグダ。でもあの漆原さんにはやっぱりときめいてしまう。しゃーねえ、どうやらここは僕の出番のようだよ。誰？お前？見せてもらおうか、バクステのアイドルの実力とやらを。橋田プロデューサー。そう、ルカ様ルカ様、お仕置き希望ね。お仕置き希望ね。わかりました。少し食べるものに気をつけないと体に良くないですよ。違う。え？そんなん怒ってるうちに入らんしょ。もっとこう。ダメです、そんなこと僕。お願いします、この通りです。本当にいいんですか？一向に構わん。わかりました。それじゃあ、そのいやらしい目でこっちを見ないでください。体が汚れます。もっと暑苦しいから、それ以上近づかないでください。もっと。お前のようなクズは野良犬のプロデュースしてた方がお似合いです。もっと探すんで、プリーズ。お酢豚になれ。最高だ。このまま死んでもいい件についてなる自重しろ。これはひどい。橋田プロデューサー、ありがとうございました。それでは気を取り直してステージイベントに行きたいと思います。プロデューサーに喜んでもらえるよう一生懸命歌って踊ります。聴いてください。漆原さん、キラキラしてたわね。あの様子なら心配するようなことはなさそうだお。そうだな。ちょっと遠い存在になったみたいで寂しいんじゃない？だがそれもルカ子が望んだ道なら仕方あるまい。俺たちにできることは陰ながら応援してやることだけだ。頑張れよルカ子。その数日後。卒業したー。はい、先日で。なぜだ。アイドルになるために頑張っていたのではなかったのか。そうよ、すごく輝いてたのに。見事な罵倒だったのに。変態は黙れ。いいかルカ子、お前には十分素質がある。このまま行けばアイドルとして成功できるだろう。だから何もやめることはないと思うんだが。ありがとうございます岡部さん。でももういいんです。今回のこと僕はただお姉ちゃんに流されただけで、自分自身が本当になりたくてなったわけじゃないんです。だからそんな気持ちで活動したら、真剣に頑張ってる他の皆さんにも、僕を応援してくれる方にも申し訳なくて。それに僕が頑張っていた一番の理由は見てもらいたかったからなんです。アイドルになった僕の姿を一度だけでも、その岡部さんに見てほしかったから。本当は歌もダンスももっともっと上手になってから僕の方からお願いしようと思ってたんですけど、でもその願いはもう叶いました。だからもういいんです。それに僕が本当になりたいものは他にありますから。ルカ子。そうか、お前がそう言うのなら俺は何も言うまい。これからも我がラボの一員としてしっかり精進を重ねるがいい。はい、はあ、でももったいないっつうかなんつうか。本当にね、どうせならもう一回くらい見に行きたかったわ。ならば今度はお前が応募してみてはどうだクリスティーナ。あ、私が。あ、いやいやいや、ない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 、私がアイドルなんてそんな。その割には絶妙な間があったような。え、今のは別に真剣に考えたとかそんなんじゃないんだからな。だいたい私には脳科学の研究の方が性に合ってるし。案ずるな常習、どうせお前が応募したところで書類選考で落ちること間違いなしだ。ふぅところでルカ子、一つ聞くが、さっきお前が言っていた本当になりたいものとは何だ？それは秘密です。またときめいてしまった。